どうもこんにちは。ファミコンエレーターを作るの続きを決めていこうと思います。今日も APU の解消をしていきます。はい。で、前回作ったところの確認からしていこうと思います。ひとしきりできたので、えー、っと、リードステータスをしたときに、ちゃんと、えー、レングスカウンターの値を見て、フラグを立てる、立てないってことをする処理を作りました。で まあ、とりあえず動けばいいので、まあ、バ,グがないバグがないというかとりあえず動けばいいので、えーまあ、マリオロムでいいかな、まあ、適当なロムを今日ちょっとマリオでねテストしたいんでマリオロムにしますけど、まあ、一旦これで、えー、ビルドが通って動けばいいかなというところですねで音が特に変じゃなければ大丈夫あったあった大丈夫かなはい うん、まあ、はいはい、死んだ時の音は非常によろしくないですがとりあえず、えー、ビルドは通ることを確認できましたということで、まあ、一旦リードステータスの部分はこれで終わりにしたいと思います。というのはですね、えー、リードステータスについては実装してねここの部分ですねここに書いてある部分で。 えとカウンターの状態が分かるようになってんですね CPU のステータスレジスターを CPU がステータスレジスターを読むことで分かる状態になってるんであ今音が一ちゃんの音が止まったって言ってそ,それを起点に次の音を出すっていうことをするソフトがあるんですけど、えー、このねニコ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 なんだこれはの,の記事めちゃくちゃ詳しい記事によるとですね、えー、ここですねはい。 えっと、キーオフカンタが満了すると4015のキー,オンキーオンフラグが降りるということがさっきの話こっちの話と同じことを言ってるんですけどそれを使ってるソフトっていうのはめちゃめちゃ少ないよということがここに書かれていて多分中ソフトだけがちゃんと使っていて他は見てないと <laughs> いうことで。 えー、あまり、ね、意味がない実装じゃ実装ですただチューンソフトは「ドラゴンクエスト、えー、と3」と「4」を作っているところなのでもしかしたら「3」と「4」でも使ってるかもしれないですけどここには出てきていないのでまあ多分大丈夫なんでしょうねということですはいまあ実装の割にあまりあの対応してるソフトが少ないという悲しいものになっています はい、でですねえっ、ー、と次はですねマリオの死んだ時の音を何とかしたいというところなんですけどそれもここに書いてあってですねえっ、ー、と「マリオブラザーズのやられ音」はちゃんと動機を取らないと出せないというふうにここに書いてあるんですねで何の動機を取りゃいいんだっていうとカウンターの動機を取らなきゃいけないんですねでエンベロープカウンターとかスイープカウンターとかキーフカウンターっていうのの動機をちゃんと取らないといけないんですけど 今前々回かなに話した通り若干おかしいんですねそれがそのせいでやられる音がめちゃくちゃおかしく聞こえているという状態なのでそれをなんとかしたいというのが今回からやることになりますはいということでやっていこうと思うんですけど前回ね話し忘れたことが一つあってちょっとその話をしたいなと思います、えっと、マリオ3の 一面で上に飛んでいくと下の描画がぶ,ぶっ壊れるっていう問題があってなんでだろうねっていうので20分使ってしまったんですけどえとその動画にコメントいただきましてえっとなんだっけミラーリングが水平垂直のところをなんか違く書いてるところがあったような気がするということを指摘いただきましてで実際その。 えー、ミラーリングが間違ってる部分はなかったんですけどもそういう指摘がないとですね調べるということに思い越しが上がらなくてですね非常に助かったんですけど、えー、原因はね分かりましたそのおかげであの調べてあミラーリングじゃないなっていうのが分かっていやでもどこなんだろうなっていうのでちょっと調べたら分かったんで非常に重い腰を上げるという意味で助かったんですけども。 えーとですねレンダーですねレンダーのどうもこの一スタイルごとにあの分割描画してる部分がおかしいみたいで、えー、これを消してこれを消してっていうかまあレンダーをまあこの分割描画以前の形に戻して CPU の方ですね CPU の方でレンダーを読んでたんですねもともと。 どこで読んでたかっていうと CPU の方の、えー、とコールバックの中で読んでいたんですけどあ CPU じゃないメインかメインでしたメインのここですねこのアップデートの直前でレンダーを読んで全画面ドカッと描画してたんですけどマッパー4の実装するにあたってそれだとまずいということがわかったので 1ライン一ラインっていうか1タイルごとに描画するっていう形に変えたんですけどそれのせいでおかしくなっているみたいですただ何でかっていうのが分からないうん分かんないんですよね <laughs> うん多分うんちょっと分かんないんですよでそれがそのせいでおかしくなっててその前の状態に戻すと下がぶっ壊れてるんですけど下の,あのステータスというか。 あの加速度メーターみたいなところとかスコアとかがマリオスーの場合ぶっ壊れるんですけどちゃんとジャンプしてもあのそのぶっ壊れ,るぶっ壊れてるそのステータスのより上はちゃんと描画されるんでレンダーの処理がおかしいということは一応判明してます。ということであの <laughs> これ以上はちょっとまた調べていきますということなんですけどなんでかよく分かんないなという感じですね。多分なんか なんかこのドローレクトがずれてうんわかんないなうんちょっとなんかがおかしいんだと思いますけど <laughs> ちょっとねなんか説明ができないのでこれ以上はちょっと置いときます、はい。ということで APU の方の実装をしていこうと思います。はいえー、と,とりあえずやんなきゃいけないのはさっきも言った通りエンベロープとスイープとキーオフカウンター3つ対応しなきゃいけないです。 なのでまずエンベロープから対応していいこうと思いますエンベロープはですねエンベロープフラグじゃないんだよよしこれだエンベロープねこのエンベロープなんですけどレートイネーブルドループフラグというのが、えー、1ちゃんとか2ちゃんとかの レジスターのの値をそのまま持ってきてきるものでカウンターとディビジョンフラグについてはもうこのねニュ,のなニューの段階で値をセットしてるそのまま持ってきてるだけセットしててカウンターについてはティックで減らしたり減らしてるとディビジョンピリオドもティックで減らしてるので随時ステータスが変わるものはこの2つなんですね他のものについてはループフラグが立てたらリセットしましょうねとかえっ、ー、と イネーブルドだったらカウンターをそのまま返しましょう。レートを返しましょうという、レートとかは別にいじらないというものになっています。はい。で、何が問題かというと、はい。エンベロープのところを見に行きましょうかね、はい。まず問題、問題、何が問題かをちゃんと説明した方が良さそうな気がしてきたんで、失礼します。えっと、スクエアイベントで説明します。エンベロープを変えるときは、このエンベロープってやつを呼びます。はい。で、そうすると、 まずこれを読んだほうがいいかスクエアイベントのエンベロープというのがどこで呼ばれているかここですねチャンネル1センダーでエンベロープを送ってますね。はい、でこれは1チャンネルのステータスがレジスターが何かしら変わった時タイミングでここ呼ばれるんでレジスターの値を変更した後にそのレジスターの値の必要な部分を えー、エンベロープに包んで送っているということをしてますけど、まあ、ここでエンベロープ入してるんでカウンターと先のディビジョンピリ,ピリオドってやつもデフォルト値に戻っちゃうんですねでこれが飛んでいきますとあああの戻ってるデータができるとはいで、えー、ここで受信してるのでここで受信したものがそのまま直接エンベロープに入ってしまうということで 受信したタイミングでエンブロープの中身変わっっっちちゃゃううんででそのタイミングでリセットかかっちゃうってことなんですねでこ,のこの挙動が良くないセットはするんだけどリセットはしないっていうことにしなきゃいけないので、えー、とまずそこそこを直さなきゃいけないですねでリセットするタイミングはどこになるかっていうと,、えー、とここでリセットっていうのが呼ばれてますねでここのエンベロープリセットでリセットするのは正しい挙動なので ここでリセットする以外でカウンターとディビジョンピリオドを変更してはいけないということです。はい、というのをやっていこうというところです。はいとでエンベロープのリセットっついうのはカウンターとディビジョンピリオドを元の,で元の値っていうかあのデフォルト最初の値に戻すということをしているのでこの挙動は正しいです。はい、でどうするかということなんですけども。 えーっとですねエンベロープをじゃあ送らなきゃいいのかというとそうでもないんですねエンベロープこれ2ちゃんですけどまあ一緒なんで同じこととしてじゃあリセットの前にこれリセット送ってるんでリセットの前にエンベロープをこう,こうしてね4007に書かれた時だけ送りゃいいじゃんというのが一番簡単な結論なんですけどこれをやると。 4007以外に書かれた時つまりはボリュームを変えただけの時とかエンベロープフラグだけを変えた時に聞かないんですねでこれ,はきこれは聞かなきゃいけないんですよこれは聞かなきゃいけないのでこのやり方はダメなんですね音がめちゃくちゃになっちゃいます一回やってみるエンベロープだけでも多分分かるんであ全部やっちゃうかまあこの辺全部そうなんでえっ、ー、とスイープもそうか はいとまあ、この辺のやつを全部、まあ、こっちに持っていっちゃおうと。でこれでまあ動けばねそれはそれで万々歳なんですけど、まあ、こんな形ですねこれ1ちゃん2ちゃんだけやりましたけど4003のリセットタイミングの時に全部のイベントを送るということをやるとですねリセットがされない限り音が変わらないので音がはい全然変になっちゃう。 というあのね、死んだ時の音が若干良くなったのはリセットタイミングが合うからなんですね。でこれはダメなんです。なのでこれではダメってこれで戻ったかな戻ったと信じたいんだけどはいこれでいいと思います。はい、なのでデータを分けるかしないといけない。 のでデータを分けるとということにします、えー、とやり方はいくつかあるんですが一つはこのエンベロープを受けたときにエンベロープの必要なデータだけを上書きしちゃうというのが一つあります。だからここで受け取ってエンベロープの えーとカウンターとディビジョンフラグ以外イネーブルドだけを変えるみたいなねあと2つも変えるってことをすればいいんですけど、まあ、結構面倒くさいし間違いそうなので、まあ、これはあまりよろしくないかなという気がしたのでちょっと別のやり方を考案しました考案しましたという考案するというものでもないんですが。 はいなのでちょっとそのやり方でやってみたいと思います。というのはどうするかというとですねエンベロープの上のこの3つの部分っていうのを別にしますでエンベロープのデータというのに変えて、えー、置きますと。これでいいかな。はいでエンベロープデータを持ちましょうやということにする。はい でエンベロープを作る時は何もいらないと。だからエンベロープの実際の TIC の処理をするものとレジスタのデータっていうのを分割するってことですね。でここはデータでよくてデータがエンベロープデータになりますよということですね。エンベロープデータのあニューはあった方がいいかなやっぱな。 ニューはあったがよさそうなんで「new」は作るかはいインプルのエンベロープデータですねでえっ、ー、と fnnewself でエンベロープデータを返すという形にしますけどエンベロープデータを作ってえっ、ー、とレートが0イネーブルドがフォールスでループフラグももうフォールスと。 まあ、適当な値を返すと。音が出なきゃ、まあ、とりあえず、初期状態でね、音が、なんか変な音が出る状態じゃなければいいと思うので、まあ、こんな形にします。はい。で、Enabled とループフラグは消して、で、えっ、ー、と、DivisionPeriod は、えっ、ー、と、Rate プラス1にならなきゃいけないんで、まあ、1にしとけばいいですね。はい。まあ、こんな感じです。あまあ、一応、ここ、うん、どうしようかな。一応、データレートの、 ああまあいいかうんちょっとめんどくさいんでこれを上に出してデータを作ってデータプラスデータレートプラス1すりゃいいんだけどちょっとめんどくさいんでまあまあ自明だからいいでしょうはい、まあ、こんな感じですで t i クの中で呼び出しているところは全部データにするとデータ経由のものにするということですね、はい、データレートでこの時にあの このデータの中身を書き換えてないことは、これで確認この、この時にちゃんと確認しないといけないです。書き換えてたらまずいんで。はい。だからデータは絶対書き換えたくないので、なんかリードオンリーにしたいんですけど、ちょっとリードオンリーにする方法がちょっとわかんないんで、一旦このままにしておきますけど、ちょっとリードオンリーにする方法がわかったら、えっと、なんかこう、なんかね、できないのかな。リードオンリーみたいなことができるといいんだけど、 ちょっとやり方わかんないんで一旦この状態にしますけど、まあ、こんな形にするというのがまず一つです、はい。そうするとこのデータを変えるだけってことをしてあげるといいですね。はい、そしたらですね、えー、とエンベロープを作る時は空っぽでよくなったんで作るところは全部空っぽにしますね。はい でエラーになってる部分を直してからなきゃいけないんですけどエンベロープを入手するときのここですねここはイベントをちょっと別にしますエンベロープを入手するときのやり方はですねエンベロープどこいったあだただ,だだ。たたチャンネル1チャンネル1のレジスターじゃなくてチャンネル長すぎんだよねこれねはいここだ はい、スクエアウェーブのあスクエアイベントがスクエアイベントのエンベロープのとこに渡すデータはエンベロープじゃなくてエンベロープデータにします。はい。で、えー、とトライアングルはないから、えー、とノイズにもエンベロープがあるんでノイズの方もエンベロープをあスクエアかこれ、えーと。ノイズのエンベロープだからこの辺にあるはずだよね。はい、ノイズイベントがあって。 でエンベロープのところはエンベロープデータを渡すということにします。はい、そうするとここで受け取る値が変わっちゃうのでエンベロープのデータに対してデータを入れましょうとあ E を入れましょうということにこうなると。ここもそうですね。エンベロープでくるデータはエンベロープデータなんで直,直接置き換えができないので E データをあっ E データじゃないこれ逆が <laughs> エンベロープデータに E を入れると。 はい、ということでこれでエンベロープのイベントが飛んできてもカウンターとディビジョンピリオドは変わらないということがこれでできますね。はい、で送る時のとこを変えますエンベロープデータを送ってあげればいい。で入の時にあ入の時は入の時はあ空じゃん <laughs> 空はダメよ。えー、っとレートが0でレートが U8。 18だ、ね、<laughs> とイネーブルドがえっ、ー、とブー l でループフラグが、えー、1とああブールかブルというのを2すればいいのかちょっと間違えたこうですねこうですねはいで入の時のところが多分おかしくなってるからここで ゼロのフ、えー、フォォルルスフォールスを渡せばいいですねここだけなんでね直接似る自命な入をするっていうか固定値で入するのはねでこっちの入はさっき変えたんでエンベロープデータの入にしてあげればそのままボリュームとエンベロープフラグと,、えー、とこれがループフラグかなが入るのでこれで大丈夫とでこっちもそうでエンベロープデータを,を渡すということにしてあげるとこれで OK と。 というこ,とでこの修正でエンベロープデータをスクエアイベントのエンベロープタイミングで送ってで送られたデータというのが、はい、エンベロープのデータにだけ入ってエンベロープ自体は交換されないということになると、はい、でエンベロープのデータだけ入れ替わることでカウンターとディビジョンピリオードはそのまま生きるとでリセットがかかったタイミングだけでカウンターとディビジョンピリオードは そのデータにも今のその設定されているデータに基づいて初期化がかかるということになるのでこれがエンベロープの正しい実装になります。変にリセットがかからない実装になったということです。ちょっとこれだけだとね何も変わった感じはしないと思うんですけどまあやってみましょうか。これでエンベロープだけは完全に動機が取れている状態になります。 うん、若干ね若干良くなってると思うんですけどちょっと聞き比べてみてください。はい、ということでこれをスイープとレングスカウンターかなにも適用していくというのを次回やっていこうと思います。ということで今回は以上次回お楽しみにチャンネル登録高評価お願いします。では